はい、どうもハリウッドでございます。本日もキャプテン翼のいないキャプテン翼3ですね、やっていきたいと思います。ようやくね、中国に勝ったんで、これから本戦ということでしょう。ワールドユースの、ついにユニバーサルユースの開会です。開催じゃないのね。アジア予選を勝ち抜いた全日本ユース、堂々とした入場シーンを見せています。この時ヒューガはいないってことなんだろうね、きっと。何試合ぐらいですかね。起きた翼くん、どうぞ。サイクロンに欠点がある限り、お前は、いや、全日本はこの大会勝てんぞ。そこまで限定で言うてもいいや。どうやら周りやったようだな。来た、若林くん、ケンちゃん、ヒューガー抜けているんだ。それだけ気を引き締めないとな。うん、これケンちゃん来るのは激アツっすね。こっからケンゾーくんが、いや、だいぶ上がったから。森田くんがいるか、こちら。10。ロブソンのパワーブロックはまさに2人目のキーパーだ。彼を避けて確実に得点しろか。なるほど。実際じゃあ、実際よ。林くんと、若林856。え？ちょっと待って。こんな強いの。パンチ70、キャッチ72。あんなに頑張ってレベル森田くん上げてきたのね。うわー、これは全然だ。61、64でしょ。うわー森崎くん、これせっかくさ、ずっとこう地道に使い続けてたんすよ。こんなにも差があるかね。いや、正直めっちゃ使ってたから、いや、若林よりもうすでに森崎くんの方が能力高いっすよってちょっと期待したんですけど、いかんせん若林くんの方が圧倒的に能力が高かったっす。恥ずかしいぐらい。ロブソンくんを避けていけばいいって言ってたから、そこに当たったら多分もう確実にボール取られるって感じなんでしょうね。OK した。まあ、言うて、相手のキーパーがどんな人か次第ですよ。はい、行こう。あと森崎くんが止めれるか。雄三くんが。全日本ユース。どんな曲？お、カット。かっこいい。かっこいいっすね。ロブソンくんは4番か5番だと思うんですけど。ロリマーくん。とりあえず伊沢くんのドリブルが通用するか。本戦で。オッケー。あと、てっぺいちゃんに渡して、てっぺいちゃんドリブルで、ロブソンくんに多分当たったら、多分ロボソック5番かな。あ、ロボソック4番か。多分パワータックルでやられるっすよね。あ、ですよね。4番を避けて、うずくん。タイガー。こういうの相手の曲も4番を避けて、キーパーと1対1のとこまで持っていく感じですかね。ロリマーくん、ロリマーくんが必殺技かなんかかな。あー、ワンツーか。高杉くん、おい、まあ全然 OK です。全然 OK です。ロリマーくんパス、オッケー。あ、能力高いわ、やっぱこっちが。うつくん。今のパスは弾けるのか。中国戦で5回も戦わされたからね。だいぶレベルは上がっとんのよ。うつくん。高杉くん、ある。おい、来たー。いや、イギリス戦はそうでもないかもしんない。結局4番を避けて戦えばいいんですもんね。キーパーと1対1まで行った方がいいのか。多分この距離だと、あー、怪しいな。くー、早いな。ダメかな。あー、抜けないね。やっぱもうあの状態だったらシュートですね。トラップ、ケインズ君。ちょっとパスを出させたくないが、こうしてますね。ロリマー君、
ロリマークは多分なんかシュート、必殺シュートっぽいけどね。向こうにロブソン君がいれば、こっちは高杉君がおるで。あー、ダメか。ワン、ツー。優等君は不安です。不安しかない。バヤスさんだったらね、安心できるんですけど。ラド君、リアルジャパンセブン。バウンドショットか。あー、これ怪しいっすよ。雄三くんいけますかね。64っすけど、ドンドン止めろ。あー、簡単に決められた。簡単に決められた。ロボクソンくんをいかに避けるかですね。ちょっと遠目からでも、ちょっとシュート打つのはありかな。それかサイドから攻めて、4番引きずり出して、テラス人。か、そうかな。OK。ギリギリか。4番から一番遠いところにパスして、ネイマスくん。ネイマールくんみたいな名前ですね。ネイマスくん。ターン。OK。で、4番から一番遠いところに、これはマッチーか。ああ、チャンサロにパス出して、高いボールだったらオーバーヘッド行くか。低いか。まあ、でも、ちょっと打っときますか。とりあえず。キーパーの強さがわからんし。多分必殺、ディフェンスはないんすよ。ああ、ダメだ。あ、オッケー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 。ですよね。ドリブルで突っ込めたら一番いいですけどね。いざこれ競り勝ち。で、相手のゴールキック。これ競り合うの意味がわかんないですよね。こうなるんだったら。ただの謎行為じゃない。ネイマスくん。なんか前半で、抑えときたいっすよね。ナックチャンサの。うわ、パスか。うい、来た。ちゃんとき。待て待て、ロブソン君が早い。ロブソン君が早いから、ロブソン君じゃなくて、伊沢君だ。で、高いボールだったらヘディング。低いのでも、まあ、シュート連打でいきますか。ロブソン君がいないときは、チャンスと思って、ボレーシュート!はい。佐野君、おぉ、1対1。まあ、これいくっしょ。うわぁ、吹っ飛ばされたか。そうだね。相手キーパーの飛び出して能力がめちゃめちゃ高いですよね。まだキーパーと一体して突っ込むってところができたら一番いいんですけどね。ロボトン君がめっちゃ邪魔。ロリマー君。またバウンドショットですね。バウンドショット打つ前に潰さないとダメですね。高杉君で。高杉先生で。いや、取れる可能性あると思う。ああ、ダメか。やばし。バウンドショットですよね。だよね。ああ、PK か。まあ、マラソンの方がいいかな。どうだろう。ゆうぞうくんの PK。3分の1か。右!おっしゃ、来た!おい、来たー。ゆうとくん、さすがです。しかも、相棒。完璧です。待てよ。4番を避けないといけないから。あー、まんまくがっつりついてますね。使えねえなー。たけしか。ロブソンくんがつくかなー。消しトラップしてロボソンが来る。あー、来るよね。抜けるかな。今日一回も抜けてないんですよ、ロボソンくんが。だよね。たけしでも抜けないっすわ。やっぱちょっと遠くから。オッケー。ディフェンス力は高いけど他の能力はそうでもないのかな。
バウンドショットを打たれる前よ。ドトコパス。来た。ちょ。高杉くんと、あー、ワンツーか。くー。あー、まだまだ、これキャッ、あー、ボレーか。強烈なボレーシュートか。普通のボレーでも怪しいのに。よいしょ、止めろ。よし。ナイス。来た。オッケー。これチャンスよ。なんとか、シュートまで持っていきたいっすね。うわぁ、外したつもりだったけど、オッケー。チャンスあの。あー、ロボソンくんめっちゃ邪魔。シュートまで持っていきたいけどね。うわぁ。いやーもうこれ時間が済むから、蹴った瞬間タイムアップですね。だよね。ロブソン君を避けていけば、チャンスはあるとは思ってんすけどね。てっぺいちゃんを9番じゃ、まあね。ここら辺で取れたら、でかいんすけど、コントロータワー。うぃー。カノチェ。ロリバー君早いね。すぐ打ってくるから。タイステッ、うわ、早いわ。オッケー。え、こんなことあるの？こんなことあっていいのか？コントロールタワー、伊沢くん。ヘディングシュートしたいんすよね。よし。離れた。ロブソン君を離した。このパスが通れば。トラップして、キーパーとドリブルで1対1までだ。マクガイア。マクガイア君。かわせ！うわ。くぅ。シュートが正解だったかな。点が入る気がせんすね。OK。ボールは取れるんですけどね。ちょっと待ってね。じゃ、タッキーに。OK。完璧じゃないですか。エンタリングして、でスルーしたら後ろいるから、これだ、これっす。バランス崩してるからね、関係。おお、吹っ飛ばした。せっかく吹っ飛ばしたのに、せっかく吹っ飛ばしたのに。4番がここにいるのか。4番がここにいるっていうのはちょっと朗報っちゃ朗報だけど、高いボールだったらそのままオーバーヘッド、低かったらスルーして戻します。低かったらスルーして、でバランス崩して、てっぺいちゃんですぐ佐野くんに渡して、で高いボールだったらまた低いのか。まあでも行くか。本当は高いボールでオーバーヘッドが良くてこの作戦を取りましたけど、ロブソンくん。あー、ダメか。ロブソンくん、鉄壁やわ。ロブソンくんがいない側からがいいよね、そう考えたら。これ打っても弾かれるんでしょう。
まあ、どっちしても一回スルーかまして、鉄平ちゃんで、上の方にドリブル行って、上の二人抜いて、で、ロボソン君が来る前に、キーパーと一対一まで持ち込むっていうのをしようか。で、上の、左上に攻めて、ロボソン君が来ない位置に来て、これ。で、かわして、キーパーと一対一まで持ち込むか。OK。それかもうここでシュート打ったるか、至近距離シュート。あー、ジータがキャッチに行ってたよね。いやー、もうここはシュート連打でしょう。ボレーシュート、左足、よし来た、よし、いいゴールの仕方よ。今のはいいゴールの仕方でしたね。ロブソン君を避けて波状攻撃。あとはロリマー君のバウンドショットが来る前に終わらせておかんとあかんね。てっぺちゃんある、あー、うー、こいつに渡したらあかんって話を言いましたんですけど、うわー、パスか。ここカットしてもいいよ。テイラー君、ツイフト早いな。竹下佐野君ね、ドゥス、オッケー、チャンス、チャンス、ターン、ああ、まあファールか。コントロールタワーでしょ。いい勝負してますよ。くー、あ、ケインズくんが来るぐらいやったら、ケインズくんかわして、てっぺいちゃんにパスだ。 OK、 よし、完璧です。ロブソンくんのマークを外しました。行くか、ボレーシュート、ドフリーボレーシュート、左足いけ、あー、くっ、あっという間に攻撃終わりました。ブライヤー君ね、パス、ロリマー君ね、すぐロリマーです。うわー、ワンツーか。高杉くん、高杉くん、あー、ダメだ、バウンドショットですよね。ドフリード、雄三くんにお願いするっきゃね。超至近距離バウンドショットだよ。そう、何度も抜かせてたまるかーってのはないか。おお、来た、さすがです、我らの雄三、さすがです。4番を避けたいからここっすね。まあですよね、当たって弱まってくれてほしいんだけどね。これ正直止め2割ぐらいしか止めれないかなと思ってます。超至近距離止めたけど、さっきのはかなりまぐれに近いと思ってるだよね。これはもうしょうがないと思ってます。まだ時間はあるから、ロリマー君を避けて、理想は佐野君のオーバーヘッドか、伊沢君のヘディングなんだよね。ターン、危ね、よし、ちょっと待って、うーわ、ちょっとここかわせないときつい。 OK、 軽技し、
さすがの軽業師。オッケー、ナイス。4番を外したいから、そうね、伊沢くんのヘディングシュートは相当確率が高いと思います。パス、高いボール、あー低いか、あー低いか、トラップしてくれ。オッケー、ロスタイムだけ、あーいつもパスでしドリブルで失敗するからシュート打つか。オッケー、うーわ出たよ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 、ずるいやつ出ましたよ。くそ納得いかないな今のは。まあこれがキャプテン翼3だと言われたらそれでしょ、それまでですけど、いや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 、まあまあまあ、ちょっとした、おお翼くんね、ちょっとした巧妙が見れたし、まあまた一個戻されないんでね、また次回頑張ります。はい頑張りますめげずに。